私のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。こんにちは。今回は一緒にお絵かきタイムです。まだ準備ができていない方は鉛筆や消しゴム、マジックペンやお絵かき帳など書くものをご準備ください。それではスタートです。私と一緒にお絵かきタイムのこの企画は今回で3回目となりますが、第1回目の大川龍也さんを描いた時に私のめいっ子ちゃんが一緒に描いてくれたみたいで、画像が送られてきました。いかがでしょうか？何歳の子が描いたと思いますか？実はこの絵は7歳の子が描いています。親バカならぬおばバカではありますが、すごく上手に描けてるなぁと思いました。もうすぐ8歳になる私のめいっ子ちゃんですが、私が描いているのを見ながら一緒に頑張って描いてくれたみたいです。ご家族みんなで同じモデルさんを描いても、それぞれ特徴の捉え方だったり描き方が違ったりするので、完成を見た時に同じモデルさんのはずなのに違う絵に見えるので、また面白いと思います。ご家族みんなでおうち時間を一緒に楽しむのもいいですが、私の他の考えとしては、お父さんやお母さんがご飯を作ったりお仕事をしている間に、お子様が私の動画を見ながら絵を描いてるのもいいなぁと思ったり、私自身が私が用意したモデルさんを他の方が描いたらどうなるのかというのも見たくて、今回この企画を始めました。私と同じように似顔絵を勉強中の方だったり、もうプロとして活躍されてる似顔絵師さんだったり、または似顔絵とは関係ない背景や動物を描く絵師さんでも、ぜひご参加ください。そして似顔絵を描いたら写真を撮って私に送ってください。写真の画像を送ってもらうときに、お名前と宣伝したいことなど教えていただきたいです。いずれ私が紹介させていただきます。お問い合わせは概要欄に載せてある LINE からでも、 Instagram からでも、こちらの動画のコメント欄からでも、どこからでも受け付けております。まずは私にメッセージをください。今回のモデルさんは日本人じゃない方で、メガネをかけてる男性なので、私の下書きもものすごく時間がかかっております。ただいま3分が経過しましたが、皆さんはどこまで進んだでしょうか？これを書いているのは2022年の1月20日です。勉強開始からちょうど2ヶ月経った頃ですね。メガネの形と位置を決めるのにだいぶ悩んでいます。皆さんは節分の日にお豆を食べましたか？私は旦那様の影響でアーモンドを最近毎日食べております。そしてこの前、節分の日の1週間前ぐらいだったと思うんですが、車で出かけてる時にアフロっぽいカツラをかぶった、そして首に金棒っぽいものを首から下げたワンちゃんが散歩してるところを見ました。めちゃくちゃ可愛くて、もし車じゃなければもう絶対近寄ってるなっていう感じのワンちゃんでした。めっちゃ可愛かったです。ちなみに、大分県内でした。だからもしかしたら飼い主さんは毎年衣装を着させてワンちゃんと散歩をしてるのかなと思いました。
いや、まあ今年だけの可能性もありますが、見かけた方はいらっしゃるでしょうか。もうすぐ開始から5分が経過しますが、ちょっと私の下書きまだまだ終わりそうにないですね。メガネの位置はだいたい決まったようですが、垂れ目感を出してまだ鼻と口と体が終わってません。初めて私の動画をご覧になった方は、この人似顔絵師の卵とか言うとるけど、こんなのんびり描いてて本当になるの？と思われるかもしれませんが、一応これでも毎日じゃないけど、それなりに勉強を頑張っているところです。ちなみに勉強始める前の似顔絵載せましょうか。こちらです。これは一応似顔絵学の YouTube を見ながら描いたやつです。ちなみにそれの前に鉛筆で私が描いたやつはこちらです。どちらも同じ女の子をモデルにしています。今ご覧になった鉛筆の女の子から約3ヶ月が経った1月の31日に描いた子供の絵はこちらです。モデルさんは違いますが、比べると可愛さが違うのは分かっていただけますか？今描いている男性の絵の下書きがすごく時間かかっておりますが、これでも成長していますよ。なのであと4ヶ月後には多分似顔絵師として名乗れるようになると思います。ただいま開始から7分が経過しました。本当に時間かかってますね。襟のあるシャツをピャッとかけるようにいずれなります。普段から時間を計って練習をするべきなんですが、キッチンタイムを動かすのをいつも忘れてしまいます。ですが動画を撮ることでリアルな時間がわかるので、それで時間を把握してる感じです。モデルさんをしっかり確認しながら、どこが似てないのかなと訂正していきます。やっぱりメガネを描くのがまだまだ苦手で練習が必要です。下書きだけで約9分弱かかっているのは今の私ではちょっともう考えられないですね。やっとペン入れに入っていきますですが、ペンの筆先を間違えました。黒縁メガネは硬い感じでのペンでいきます。
ただいま10分が経過しました。プロの方たちはもうとっくに終わってるんだろうなとは思うので、ぜひ色塗りまで終わらせてくださいね。私のこの動画は線画までをお見せするんですが、その後色塗りは早送りでお見せします。勉強を始めて約2ヶ月ほどではこのぐらいのレベルだったと後で見返せるようにという意味も込めてこの動画は残しておきます。メガネを描き終わってから気づいたのが、髪の毛の下書き終わってねえぞと気づきました。描いてる時はすごく頑張って描いてるんですが、今見返すとメガネ大きさも左右違うし形も違いますね。私も見ていてイライラするくらい目を描くのが遅いですので、多分この辺今飛ばしてる方が多いかもしれませんので、今ここまで見てくださるあなたに、前回のランディちゃんっていうワンちゃんの似顔絵、ダルメシアンのワンちゃん描いたんですが、あれの最後におまけで大葉と生姜の保存方法、のりこの保存方法のやり方をおまけで紹介してますが、それで載せてた写真の大葉、天ぷらにしました。もりもりで揚げた後に立てて、平べったいものは立てて、置くと油がちゃんと切れてサクサクっていうのを以前ちょっと情報を得たので、それで大葉の天ぷらをしました。その写真を早送りしてないあなただけにお見せします。天ぷらに限らずフライや唐揚げなども立てて網に置くと油切れがいいそうですので、まだやったことがない方はぜひやってみてくださいね。私の最後のおまけの動画、動画じゃないか、おまけの画像とか、まあ動画もありますけど、おまけのところまで見てくださる方がどれだけいるかわかりませんが、動画のおすすめなど、他のチャンネルのところでも多分みんな20秒間ぐらい流れてると思うんですが、そこでも何かちょっと情報を少しでもあげられたらなぁと思って、私は最近そういうのを載せてます。今日のおまけもちょっとどなたか買っていただけないかと思う、もらっていただけないかと思うものがございますので、特に女の子がいるところぜひご覧ください。髪の毛もまだまだ練習が必要だなぁと感じています。インスタグラムでホップヘルで検索したら出てくる私のインスタグラムアカウントでは、 YouTube では見ることのできない画像や、あんまり見ることのない
練習画像などが投稿されています。よろしかったらぜひ見てみてくださいね。そしてできればフォローもよろしくお願いいたします。開始から16分が今経過しました。残り4分弱です。私の方はやっとだいぶ完成に近づいてきました。一旦ここで練り消し消しです。ここでちょっとお知らせです。私の YouTube チャンネルの開設からおよそ2ヶ月と2週間ほどですが、今まで水曜日と土曜日に投稿を頑張ってきました。最近の動画公開が少しずつ遅い時間になってきたことに、もしかしたら気づいた方もいるかもしれません。結論から申しますと、動画の投稿頻度を次回から毎週土曜日の1回に変更することをお知らせいたします。本当は YouTube に30本動画を投稿してから週1の投稿にしようかなと思ってたんですが、最近の課題もちょっと難しくなったりして、 YouTube の編集などがあることで勉強をする時間がなくなったら元も子もないなと思いまして、ちゃんと勉強に集中するためにまずは週1回の投稿を目標にこれからもやっていこうかなと思っております。見てくれてる方にとっていいのか悪いのかはちょっと私は分かりませんが、今までよりは勉強時間を確保できることが私にとってはいい方向に進めると思うので、これからも頑張ります。ぜひ今までのように応援をしていただけると嬉しいです。ではペン入れが終わったので色塗りを倍速で見ていきます。下書きからペン入れまでで18分20秒ぐらいだったですね。もっと早くなれるように頑張ります。男性ですが、まつげが長そうなのでちょっとまつげを入れました。書き終わりましたら写真を撮ってぜひ私に送ってください。もし SNS などに載せてほしくないというのであれば送らないでもいいです。そして前回1、2、3っていうのを考えたんですが、いつから似顔絵を描いているのか教えていただけたら紹介はしますが、なくてもいいです。お名前と、まあ、何か一言だけでもいただけたら、紹介させていただきます。そして先ほどもお伝えしましたが、インスタグラムでホプヘルと検索したら私のアカウントが出てきます。そこからでも YouTube の概要欄に載せてある URL の方からでも受け付けております。お問い合わせをお待ちしております。では私はあとキラキラをさせて終わりです。線画の写真を撮るのを忘れてたので、肌色塗った状態こちらです。途中で写真を撮ったので今気がついたんですが、
首、肌色濡れてないですね。はい、20分経ちました。私の完成はこちらです。似てるかなとは思ったんですが、比べると違いが分かっちゃいましたね。皆さんはいかがですか？ご参加いただいた方、応援してくれる方は高評価を押してくださいね。チャンネル登録もできたらお願いいたします。どなたかキティちゃんをもらっていただける方はいらっしゃいませんか？古いものですが、私の母が洗濯をしてくれました。そしてこのキティちゃん、本当にリンゴ5個分の背の高さとリンゴ3個分の体重、約1キロです。気になる方は私にお問い合わせくださいね。今回もここまでご覧いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。